フォーマ SO902EWAP はソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズが開発した NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。SO902EWAP の WP は防水の意がプラスには用途の幅がプラスされるという意味がある。相性はフォーマスティック WP。SO902EWAP は SO902I をベースに開発されている防水仕様の端末。 形状はストレートタイプで s o 9 0 2 i を元とし、スティックスタイルやデュアルフロントデザインを受け継いでいる。NTT ドコモの防水端末としては、日本無線製のムーバー R692 i ジョフリー2以来4年ぶり、フォーマとしては初めてとなる。防水能力は日本工業規格が定める IPX7 等級を取得しており、 震度1メートルの水中に30分間浸しても、端末の動作に支障が出ないとされる。SO900 EWAP は、KDDI、沖縄セルラー電話が発売している、携帯電話端末 G、ゾメタイプ R とほぼ同等の防水性能を持つ、ものの、対衝撃性については特別な、施しはない。アクティブホルダーと呼ばれるカバーが同梱される。本体色に合わせて2色用意される。 マルチタスクを搭載。i チャンネルプッシュトークに対応。ディスプレイは1.9インチで、1平方メートルあたりの輝度が400カンデラの TFT 液晶を搭載。これにより、晴天の屋外での視認性が向上された。傷がつきにくい、ウルトラハードコート処理によって、常時露出しているディスプレイ表面を保護してある。この端末のボタンは白色に光る。背面には、 フェリカとカメラを装備している。フェリカ使用時には通信可能範囲になると上部に設けられた専用の2つのランプが点灯し、情報のやり取りが開始されると点滅、加えて本体も振動する仕組みになっており、モバイルスイカなど通過しながらの使用でも使い勝手が向上している。最大 2GB のメモリースティックプロデュオに対応しており、メモリーカードスロットは 端末下部に備えている。AAC 形式の楽曲ファイルの再生に対応しているが、SO903i や SO703i のような高度なデジタルオーディオプレイヤーは搭載しておらず、SO902i と同等の音声のみの iMotion 扱いになる。ボタンの操作性を確保するため、ボタン一つ一つの背を高くし、さらに中央一列の並びを若干下げた。 スレンダーキーを開発。ボタンのご操作を防止するキーロックは本体左側面のスライドスイッチによって行う。メーカーカタログには初めての防水フォーマというキャッチコピーが採用されている。そして CM は次のような内容である。SO900 に EWAP プラスを操作している女性。こちらを向き、そして息を吐いた時に 泡が出ることで水中であることがわかる。水のかかる SO902W がフォーマスティックウォータープルーフというナレーションとともに映される。スポンサー表示この CM には NTT ドコモ版とソニーエリクソン版があり、それによって最後に続くスポンサー表示も異なっている。ありがとうございます。